皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずはマイクロソフトの新製品の紹介です。マイクロソフトは11月16日に同社の年次イベントイグナイト2023を開催し、多くの製品を発表しました。今回のイベントはかなりの量の AI ソフトが発表されたのですが、この動画では発表された中でも特に注目度が高く、一般ユーザーに影響のある2製品、コパイロットとコパイロットスタジオを紹介します。最初にコパイロットについてですが、今回のイベントでマイクロソフトはBing Chat という名称で展開していた AI チャットボットをコパイロットとリブランディングしました。そういうわけで、これまで Bing Chat として使っていたものがコパイロットになりました。名称がコパイロットに変更されたタイミングで、Edge ブラウザのほか、Chrome や Safari などのブラウザでアクセスできるようになり、Bing.com のほか、新たに作られた公式サイト、コパイロット .microsoft.com からもアクセスできるようになりました。なお、日本版にはまだ実装されていませんが、以前よりマイクロソフトが実装すると発表していた、チャット GPT のプラグインのような感じで、コパイロットに特定の機能を追加する、コパイロットプラグイン的なものが実装されるとのことで、海外ユーザーがプラグインが実装された動画をシェアしているので、間もなく正式に発表されるかと思います。次にコパイロットスタジオですが、これは先日オープン AI が公開したチャット GPT を自作できる MyGPTs のような感じで、ユーザーがローコードで自作のコパイロットを構築できるツールです。ローコードというのは可能な限りソースコードを書かずにアプリケーションを迅速に開発する手法のことで、コパイロットスタジオはテキストで指示したりファイルをドラッグ&ドロップすることでオリジナルのコパイロットを作れます。ここで言うコパイロットというのはユーザーを支援するツール群のことで、例えば会社の取り決めなどがまとまった文章を読み込んで経費の提出方法を教えてくださいなどの質問に回答できるコパイロットを作成できます。コパイロットスタジオは今後オープン AI のシステムと連携し、コパイロットスタジオ内でオリジナルのチャット GPT を作成できるようになるとのことです。ただ、このツールを利用するには企業アカウントが必要なので、個人というよりは企業向けの高機能な MyGPTs といった感じです。なお、コパイロットは企業のメールアカウントがあれば利用でき、ウェブサイトの URL を入力するとそのウェブサイトについて質問に答えてくれるボットを制作できる簡単なデモも用意されています。ちなみに、マイクロソフトは今後、同社の AI 機能が実装された製品については、コパイロット in Windows などのコパイロットをつけた名称に統一するようで、今回の年次イベントでも、企業向けのたくさんのコパイロット系ツールが発表されていました。続いては昔の GPT-4 を使う方法の紹介です。有料版のチャット GPT で使える GPT-4 は現在ネットにつなげるウェブブラウジング機能、プログラム生成実行機能、画像生成機能が実装されており、以前と比べて動作が重くなったという声もありますが、チャット GPT を自作できる機能 MyGPTs が実装されたタイミングで、昔の GPT-4 を利用できるチャット GPT クラシックが実装されました。チャット GPT クラシックは MyGPTs のトップ画面の下部にあるメイドバイオープン AI の部分に置かれており、アイコンを押すと利用できます。チャット GPT クラシックはフォームから各種データをアップロードできなくなり、ウェブブラウジング機能や画像生成機能などは使えませんが、一昔前の感覚で GPT-4 を利用したい人におすすめです。続いては注目の GPT-5 例の紹介です。先日チャット GPT に実装された自作のチャット GPT を作れる機能 MyGPTs を使って作られた GPTs は作った後に他のチャット GPT プラスユーザーにリンクをシェアすれば共有されたユーザーは無料で使えます。 MyGPTs を使って共有された GPTs は8000個を超えたようです。ここではここ1週間でネット上で特に注目度の高かった GPTs を5個紹介します。1個目が AI 論文検索サービスコンセンサスが公開した論文検索 GPTs リサーチ GPT で欲しい論文について質問するとコンセンサスの2億件を超える研究論文データベースから引用して回答してくれます。2個目が X ユーザーが公開したトレンド記事を巡回、抽出、要約してくれる GPTs、ニュース要約くんで、例えば、今日発表された AI 関連のニュースを3個ピックアップしてまとめてください。といった感じで質問すると、AI 関連のトレンド記事を出力してくれます。3個目が、ノートの CXO の深津貴之さんが X で公開した GPTs、脱出ゲームで、フォーム上部のスタートの部分を押すとチャットと対話しながら脱出ゲームをプレイできます。4個目が X ユーザーが公開した落書きから漫画風の背景を作ってくれる GPTs 漫画背景メーカーで落書きと説明文を送信するだけで漫画風の背景を作ることができます。5個目が X ユーザーが公開した目的をタスクに分解してくれる GPTs タスクトゥーノーションで目標を入力して送信するとチェックボックス形式のタスクに分解してくれ AI アプリのノーションにコピー&ペーストで持っていくこともできます。以上注目の GPTs の紹介になります。2023年11月下旬に公開されることが発表されている。自分の作った GPTs を販売できる GPT ストアがオープンすれば GPTs の市場はさらに盛り上がると思います。続いてはリリアの紹介です。 Google の AI 関連企業 Google DeepMind は YouTube と連携して音楽生成 AI モデルのリリアとリリアを使って音楽を制作できる2つのツールドリームトラックとミュージック AI ツールズを発表しました。リリアのプロジェクトページには、音楽にはビートや音階などの膨大な量の情報が含まれているので、これまでの AI モデルでは長い楽曲を作るのが難しかったのですが、リリアはボーカルなしのインストゥルメンタル楽曲やボーカルを含む音楽を高品質で生成することが可能だと書かれています。このリリアが導入された音楽制作ツール「ドリームトラック」は作りたい音楽のジャンルや雰囲気などを入力して用意されているボーカルを選択すれば最大30秒の YouTube ショート用の楽曲を生成してくれクリエイターは YouTube ショート動画で使うことができるようです。プロジェクトページで「ドリームトラック」のモックが公開されていますが UI はかなりシンプルで分かりやすく生成された楽曲も AI で作ったとは思えないくらいクオリティが高いです。もう一つこれもリリアを利用した音楽制作ツールミュージック AI ツールズは楽器を演奏することなくサウンドを生成できるとのことで YouTube 上では鼻歌からオーケストラ楽曲を生成しているデモ動画も用意されています。プロジェクトページでは UI も公開されていますが音楽制作ソフトのようなルックスで生成したサウンドにリバーブやディストーションなどの音楽エフェクトをかけて作り込むこともできるようです。なおドリームトラックは一部のクリエイターに向けてテストが行われていてミュージック AI ツールズは2023年後半に少数ユーザーに展開される予定となっておりおそらく後々一般ユーザーも使えるようになると思われます。続いては Yahoo 知恵袋の生成 AI の紹介です。 LINE ヤフー株式会社は同社の提供する Yahoo 知恵袋に GPT-4 を利用してユーザーから投稿された質問に対して生成 AI による回答を表示する AI 回答機能の試験提供を開始しました。AI 回答機能は、この動画を作っているタイミングでは、悩み相談と歴史の2カテゴリーに対応しており、Yahoo Japan にログインした状態で、Yahoo 知恵袋のページ上部の AI に相談してみようの部分を押した後に出てくるページの下部にある AI の回答を体験してみようボタンを押して出てきた画面で、質問文を入力し、下部の確認ボタンを押して、AI 回答利用可能と書いてある部分のカテゴリーを選択し、下部の AI 回答機能テスト実施中の部分で同意した後に投稿ボタンを押して、しばらくすると AI 回答が表示されます。AI 回答機能は無料で利用できます。GPT-4 を使っていて精度も高いと思いますので、興味のある方は使ってみてください。続いては、IWI 日本語構成ツールの紹介です。株式会社インテリジェントウェーブは AI を使って日本語構成ができるクラウドサービス IWI 日本語構成ツールをリリースしました。AI による基本的な構成が可能な無料版とチェック項目を細かく設定できる有料版が利用できます。無料版についてはツールページにアクセスしてチェック対象入力欄の部分に構成したい文章を入力して、下部の規約に同意後にチェック開始ボタンを押すと、入力した文章が構成され、問題のあった部分は文章に赤マーカーなどで指摘が入り、パソコンであればマーカーの上にマウスカーソルを持っていくと、指摘内容が提示され、指摘内容の右の反映ボタンを押すと、文章に指摘内容が反映されます。無料版は1000文字まで対応可能ですので、AI 系の構成ツールを探していた方は使ってみて精度を確認してみてください。続いては、ジャパニーズステイブルディフュージョン XL の紹介です。スタビリティ AI は、日本スタイルの画像生成に特化させた商用利用可能な画像生成モデル。ジャパニーズステイブルディフュージョン XL を公開しました。ジャパニーズステイブルディフュージョン XL は、スタビリティ AI の最新の英語版画像生成モデル、ステイブルディフュージョン XL に対して、プロンプトの日本語入力に対応しているほか、日本の文化やものを理解・反映させたモデルです。公式ページでは、ジャパニーズステイブルディフュージョン XL を使って制作された日本風の画像がたくさん公開されており、オープン AI の画像生成 AI ダリー3やステイブルディフュージョン XL で生成された画像との比較も確認できます。なお、ジャパニーズステイブルディフュージョン XL のモデルは、ハギングフェイスで公開されており、Google コラボでデモを動かすこともできます。続いては、Emu Video と Emu Edit の紹介です。メタはテキストから動画を生成できる Emu Video とテキスト指示で画像を編集できる Emu Edit の2つの AI ツールを発表しました。Emu Video はテキストや画像、もしくはテキストと画像を組み合わせて動画を生成できる AI ツールで 512×512 ピクセルでフレームレートは毎秒16フレームの4秒の動画を生成できるとのことで、プロジェクトページでは、Emu Videoで作られた動物、人物、食べ物、景色など多くのデモ動画が公開されています。Emu Edit は、テキストで画像を編集できる AI ツールで、画像の一部をテキスト入力で別のものに変更したり、画風を変えたりできるようで、プロジェクトページでは、ツールを使って様々な編集が行われているデモ動画が公開されています。Emu Edit は将来的にメタのインスタグラムなどのツールに実装されそうです。まだ実際に動かせるツールは公開されていませんが、メタの AI ツールはクオリティが高いものが多いので、今後の進捗が楽しみです。ここからは、今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、サム・アルトマン CEO 退任の話題です。オープン AI は11月18日サム・アルトマン CEO が退任すると発表しました。事実上の解任とみられています。オープン AI のニュースリリースではアルトマン氏がオープン AI を率いる能力に取締役会が確信を持てないなどとし、後任としてミラムラティ最高技術責任者が暫定的な CEO を務めるとしています。アルトマン氏は自身の X を更新してオープン AI に感謝を述べつつ、次のことについては後ほど詳しく説明しますと語っており、その動向が注目されます。続いては GPT-5 の話題です。フィナンシャルタイムズがオープン AI の CEO のサム・アルトマン氏に行ったインタビューで、アルトマン氏は GPT-4 の次期バージョンである GPT-5 の開発に取り組んでいると語りました。オープン AI は2023年8月に GPT-5 の商標登録を出願しており、将来的にリリースされるのは確実だと思いますが、フィナンシャルタイムズの記事ではリリースタイミングについては語られていませんでした。GPT-4 からどのように進化するか期待ですね。続いては、チャット GPT プラスの新規登録を一時停止の話題です。オープン AI は、急激な利用の増加を受け、有料版のチャット GPT プラスへの新規登録を一時的に停止しました。チャット GPT ユーザーがプラスへの登録を希望する場合は、順番待ちリストに登録しておくと、登録が再開された時にアプリ内で通知を受け取れるようです。なお、オープン AI の CEO のサム・アルトマン氏は、自身の X で、プラスへの新規登録の停止は、先日開催したオープン AI の開発者会議、デブデー後にチャット GPT の使用量が急増したのが原因だと語っています。続いては、楽天とオープン AI の話題です。楽天グループは11月14日、チャット GPT の開発元のオープン AI と協業して、AI を使って様々な企業活動を支援する新しい AI プラットフォーム、楽天 AI4 ビジネスを提供すると発表しました。楽天 AI4 ビジネスでは、データ分析やチャート作成など実用的な分析の手助けを行う楽天 AI アナリスト、企業の担当者が効率的により高度な消費者へのサービスを提供できるように手助けする楽天 AI エージェント、企業のあらゆる資料を分析して必要な情報を提供することで顧客からの質問に迅速に回答できる楽天 AI ライブラリアンなどの機能が含まれており、2024年以降に提供予定となっています。楽天 AI4 ビジネスは、スマホやタブレットなどのいろいろな端末からアクセスできるようなサービスを目指すということで、どのようなシステムになるのか期待です。続いては、YouTube が生成 AI 利用コンテンツに開示義務の話題です。YouTube は11月14日、生成 AI 関連の新しいガイドラインを2つ発表しました。1つが動画クリエイターに対して AI ツールなどを使って本物のような合成コンテンツを使った動画を公開する際にその開示を義務付け、開示するための新たなオプションを選択できるようにし、もう1つが顔や声などが無断で AI で使われたりディープフェイクに使われたりした場合にコンテンツの削除をリクエストできるようにするとのことで、これらの機能は今後数ヶ月以内に実装される予定のようです。 YouTube 上には芸能人の動画や声などを利用した AI コンテンツがたくさんありますが、今後の AI 技術の進化によりさらに見分けのつかないものになっていく可能性が高いので、 YouTube 側が先行して手を打った形になります。続いてはGoogle がキャラクター AI に投資の話題です。ロイターは、Google が様々な AI キャラクターと対話できるチャットボットサービスを手掛けるキャラクター AI に数億ドルを投資する方向で協議を行っていると報じました。キャラクター AI はすでに Google のクラウドサービスなどを使って AI モデルを訓練していて、投資はパートナーシップの強化につながります。先日チャット GPT がキャラクター AI のサービスと同じようなことができる AI チャットボットを自作できる機能を実装しましたが、このチャット GPT の構成に対してキャラクター AI がどういう手を打ってくるのかも気になるところです。続いてはマイクロソフトの時価総額の話題です。日本経済新聞の報じたところによると、マイクロソフトの時価総額が約2兆7500億ドルになって、現在世界首位のアップル超えが視野に入りました。マイクロソフトは2023年に入ってからオープン AI などと連携したりして他社に先駆けて AI に全力を注いでいますが、アップルは他の大手テック企業と比べて AI 戦略を前面に押し出していないので勢いが霞んでいるという見立てもあるようです。アップルに関しては2024年に発売予定の iPhone16 に生成 AI を導入するというニュースも出てきていますし、今後どういう AI 戦略をとっていくのか期待されます。続いては LINE の広告に画像生成 AI の話題です。Adobe は LINE ヤフーと画像生成 AI の広告分野における活用で連携すると発表しました。 LINE ヤフーの対話型アプリ LINE 上で広告を配信する企業は2024年2月から画像の作成や編集に Adobe の生成 AI 機能が無料で使えるようになるとのことで、具体的には LINE ヤフーが提供する広告主向けの編集ツールにAdobe の画像生成 AI、Firefly が組み込まれるようです。Adobe の Firefly に関しては、同社のストックフォトサービス、Adobe Stock を活用したり、著作権の期限が切れたパブリックドメインコンテンツでトレーニングしているので、商用目的のコンテンツ生成に利用できるのが特徴であり、今後、LINE 以外の広告でも使われることが増えそうです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。